見せろ見せない見せちゃダメ But I can see うん見ていけよ OK OK って言ったら言って OK OK はいじゃあこれを真ん中に入れてあ、うん、じゃあ入れるわうん入れるでしょでこれ鳴らすとえこれ違うこれ違うあでもねこれねこれを使って叩くとここのお風呂やってえで入れたでこの中からこれどうやってえじゃあ次にこれあるでしょ、うん、これをここに入れて半分切るとでここから3が出てくるでこれ予言のカードで3枚目にまた1のハートはいで3枚目に行くのも1、2、3 ちょっともう一回ね同じでしょうん同じの違うカード取るで今よく見ろじゃあまあ同じカードがないか。わからないこんないっぱいの。うん、OK。はい。はい。じゃあこの中から好きなの。But next time I will put it in, okay? いいよ、はい。見ないで。OK? OK? OK? じゃあ、もう一回同じこと。ない。ないね。うん。で、これをまた叩くと。これをここに入れて半分切ってでそれでまた予言のカードが出てきて1、2、3へえ上手な種明かししようかはいまず選んでもらって、まあ、ダイヤ2だっつると後ろに行って、うん、で次にこの3を見つける3を見つけるでしょ、うんはい、でこれを1、2、3枚めくってこれを表向きにするでそれで入れてほらでここがこうなってるでしょでまずこれを入れてで違うでこれ見れたらバレるからこれこう置いてここを隠してこうやってやってでこれででここに今3あるでしょ、うん、でこれを一番上に置いてこれを切ることになるから、うん、1、2、3枚目だからねもう一回言ってどこだこれ予言のカードって言ってるでしょ、うん、でこれの3枚目がこれだからこれをこう出してこれで1、2、3枚目のカードどうやってここに入れたのあこれを見たからどこにあるかでそれをその後ろに置いといたっていうことあだからほらこうなってたでしょ、うん、でああでそれを3を見せなかった誰もにね、うん、でこれ3でしょ、うん、でこれを半分に切るの半分これを一番上に置いて、うん、で半分に切るとでこう見ると3枚目になるからうんうんもっとある？トリコ他の多分もうこれ種明かしたからな、うん、じゃああのマジシャンがやってたやつ、うん、あれでしょ、うん、
まあ、うん、どうしよう。なんで？じゃあまあ、うん、うん、どうしよう、どっちにしよう、まあいっか。え、あの曲げてたやつ見たの？まあまあ、うん、曲げたやつが上に上がってきたやつ。はい、あれできる。へえー。じゃあ好きなの選んで。オッケー。うん。あ、まあ僕見てもいいんだけど。うん。でこれを真ん中に入れるでしょ。で、でこれを真ん中に入れると、なると出てくる。いやちょっとそれわからない。え、わかるでしょ。わかんない。え、なんだ、どうやって上に行くの。じゃあこれをんやるでしょ。うん。でまあで鳴らすと、もう9のハート。あー、いっぱい取ってるね。うん、あ、2枚取ってる。でそれで曲げるやつのやり方は、これを2つある状態で、こうやって曲げるの、うん、でこれこうなってるでしょ、うん、でこれを曲げるのを見せずに、こうやって、でここ押さえてると曲げるの見えないから、こうやった途中に指を少し弱くしたら、ほらこんな感じになるから出てきました。ん？わからん？わからん、もう一回。だから、うん、これ入れたでしょ、うん、これ2枚、一番、え、上、真ん中に入れてじゃん。真ん中に入れないっていうこと？だからこれあれでしょ、2枚重なってたでしょ、うん、でそれでこれ曲げるでしょ、曲げる、うん、っていうことは2枚曲がってることになるから、うん、これを入れて、でここ力入れてたら曲がれないの。だから力を弱めるとこんな感じで出るって、うんうん、でも中に入れたでしょ、なんで上に出てきたの、それがわかんないの。だから簡単じゃん。だからこれあるでしょ、うん、2枚でしょ、これをまあこれでやるとしたら、ほらこれ9でしょ、うん、これを上に入れて出して、わかんない。なんでわかんないの。なんで。もう一回。だから、うん、上から下のやつを取って、ちょっと最初から、じゃあママももう一回選ぶね、うん、例えばこれ、これ選んで、はい、で、うん、解説し、うん、でこれを少し上げるの、はい、でこれを下に入れると見せかけて、ここの2枚目に入れる、はい、で次にこれを2つ持って、はい、出ましたと。でも中に入れてた容量ちゃん、ここもっと下に、うん、その時中に入れてたでしょ、うん、でこれ2枚目だから、うん、これ上から2枚目でしょ、うん、だからこれが真ん中に入ることはないの。だからこれじゃないカードここに入れるから、これが出る。ああ、はい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 。分かった。終わり。、うん、じゃんじゃんじゃん。